とですね、今回は前回紹介した iPhone ケースの動画の中にあったもう一個の本を紹介したいと思います。で、今回紹介するのは、ピューロと呼ばれる、イタリアの会社が作ってるのかなの、iPhone ケースです。販売元が株式会社エバーグリーンというところが、流入して販売しております。では早速開けていきたいと思います。よいしょ、簡単に気づきましたね。で、こちらはもう何もないですね。はい、こんな感じです。これもね、動画だとちょっと伝わりにくいんですけどね、一応青なんですよ。はい、ちょっと黒っぽいかな。おっと、メタルカバー、メタルエフェクトと書いてありますね。で、お、かっこいい、ピューロの、あ、プーロですね、プーロの、クロスで、ケースにあれですね、保護フィルムついてくるのは定番ですね。1枚、入っております。光沢タイプですね、入っております。で、これが本体、かっこいい、このキラキラしてる感じ分かります。でははめてみましょう。はい、こちらが裸の iPhone5 です。で、これをはめたいと思います。結構がっちり系ですね。はい、はまりました。リンゴのマークが、窓から見えるようになっております。で、この窓にもちゃんと、プラスチックかな、保護されているので、抜けてるわけではないので、しっかり、Apple も、ロゴも、カバーされています。で、カメラの、穴はこんな感じで開いてます。側面は、前面覆ってますね。で、後ろは、開いております。で、横も同じく、ここもね、ボタンがこうガバッと開けてるタイプじゃなくて、もう本当にボタンがあるとこだけ、開いてるタイプです。で、こちらが、電源の上の部分になります。はい、とてもかっこいいスタイリッシュなケースですね。一つ欠点を言うとすると、ちょっとね、ここのボタンがものすごい押しにくい。もうそのまま指の腹で押そうとしても押せないです、正直。これお世辞にもちょっと押しやすいとは言えません。はい、今回は、プーロの、メタルカバーを紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。